田村塾のことです。今日もですね、感謝懺悔ツアーの、今日3日目ということで、出発をします。感謝とね、懺悔という企画ですけどね、懺悔の方は終わりましてね、全て、一番ね、こう人生の中で、会いに行きにくいね、人に今会いに行くということを実行しました。ね、これでですね、次会った時にね、前よりはスムーズにね、会うことができるんじゃないかと、ね、いうふうに思ってますね。うん、でさらにですね、これをやることによってね、今後の人生においてね、会いにくいね、人が出てきたとしてもね、ちょこっとした、喧嘩ぐらいでね、会いづらいっていうのはね、もうどうでもよくなりますよね。つうか大したことなくなりますね。うん、それをね、一番の、ね、目的として、今回は実行したわけですね。出版を機に、ね。その懺悔ツアーがね、終わりまして、次は感謝だけですね。感謝とあと応援、していただくというツアーだけになりましたんでね、比較的、楽しい、ね、状況になりました。ね、で、今日はこれからですね、午前中は自分のね、大学付近ですね、ここちょっと徒歩でね、歩き回ろうかなというふうに思ってますね。原点に戻るためですね。これからね、どんなに成功したとしてもね、仮に、調子込まないとね、弱者はね、ちょっとした成功で、生活態度を変えるのというね、武田先生の、教えですね。それに従うためにね、だからこう、こちらね、原点ですからね、超極貧、ね、家賃2万円すらも払えなかったっていうね、極貧ですからね、20代はね。その中で勉強をやってですね、いろんな人生経験をして、で、どん底をね、味わってきたわけですからね、ここから出発ですからね、それをこう忘れないためにね、仮に成功したとしてもね、またバレに戻るっていうかね、原点に戻るっていうかね、建物とかね、こういった土地とかね、そういったものに触れるだけでもね、当時は本当思い出しますんでね、潰れてる店とかね、変わっちゃったところがありますけど、いっぱいね、3割、4割ぐらいは変わってますかね、でもね、やっぱりこういった空気ですね、これ岐阜瑞穂ですね、前は穂積町と言ったんですけどね、今も穂積町、今は瑞穂市ですかね、合併して、という場所はね、やっぱり原点ですからね、調子込まないようにね、するためにはやっぱこういった原点の町に戻ってですね、で、同じようなね、ちょっと生活を1日2日でもいいからちょっとやってみると、当時とね、そうすると本当にね、心のね、保ちバランスね、いいんじゃないかということをね、今回実感しましたね。ということでね、今日はちょっと車でくるくるっとしかね、ちょっと回ってませんからね、実際今度自分の足でね、当時通学してたね、簿記を勉強するためにね、穂積から名古屋まで通ってましたからね、でその時に本書きてえなってね、思ってた場所とかありますからね、トンネルとかね、ブログで書いたとかありますからね、そちらの動画撮影とかね、それもやっていこうというふうに思ってます。でその後ね、夕方ぐらいからですね、今度大阪の方に行きまして、久野さんですね、久野さんとお会いしてね、ちょっとね、今日は、多分大阪に泊まることになると思うんですけどね、車はちょっとね、駐車場に、有料駐車場に、ね、止めてね、で、電車でね、ちょっと行こうと思ってますからね、九州の方へはね、したがって、名古屋からね、ちょっと電車乗って、大阪行って、で、大阪に一泊してですね、で、そのまま九州に次の日、明日は行くと。武田先生と萱野さんですね、の方にご挨拶しに行くという流れですね、になっております、ね。はい、今日はですね、これから歩きに行くということでね、ちょっと久しぶりにね、いつも行っとった喫茶店ありますからね、ウェイトレースにね、折れちゃってちょっと通い詰めてね、金がゼロになっちゃったっていうね、人生初めての、通帳にもゼロ、
手持ちにもゼロという状況ね、4回僕あるんですけどね、その一発目、20歳前後の時ですね、うん、ちょっと高めの基礎って言いますけど、ね、寄せばいいのにそこにこう毎日 2,3 回取ったっていうね、アホみたいな、本当にね、頭の中スケベなことしか考えれませんがね、20代前半の男なんかはね、18、19ですね、その時ね、そういった、まあもちろんいないですけどね、今ね、その彼女はね、うん、もちろん振られましたけどね、そこのマスターとはね、非常に、と奥さんとはね、非常に、仲良くさせていただいたんでね、そちらの方に今ちょっと見本、させていただこうかなというふうに今日はね、思っております。はい、では以上です。